受験生版タイガーファンディング夢に踏み出せ。が、下川君ちょっと。まあお父さんね。まあ先月亡くなられてまあ、本当にご愁傷様だと思うんですけども。今そのどういう気持ちなのか、ちょっと教えてほしいなと思って。 渋谷アマスラクリニック院長ドラゴン細井美容外科医としてあまたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メディケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りるまあ僕もまだ幸いのことに父親がまだ生きてて16歳の時も父ちゃんも母ちゃんも元気で。 まあ今でも元気に言ってくれてるんだけど俺はちょっと、まあ、ある意味そこに関しては人生の先輩やなと思ってるんでちょっとちょっと聞かせてもしあ,のあれがなければ聞かせてほしいなと思うまず父がその3月4日に熊岡市外で倒れたっていうのを知った時は僕はその三重県で自作作業をしていて金菜さんに、ねあの「ちょっとし下村く来て」って言われて「お父さんこういう状況になってるから」って言われてまあ急いでその日に帰ってで 家族と合流したときには、まあ、7時間の手術を今している中で今父と会えない状態で,でずっと、まあ、手術が終わることを願うといことしかなくてその後は ICU に入ったんですけど、まあ、今コロナっていう状況で父には会えない状況でしたでその2週間の中で2回急変して亡くなる可能性があるっていううに初め言われてそこでもう ダメなのかなっていうふうに思っていたんですけどまあ僕が今思うには父が16日間頑張って生きてその家族の気持ちの整理の時間をくれたのかなっていうふうに思ってそこで16日後に僕もさすがに仕事にや大工になるっていうのをお父さんに決めたので <laughs> 戻らないといけないなと思って2週間過ぎた時に一回大阪に戻りました。 踊って、で、その夜、実際本当に、なんか不安で、あの、母に電話をかけたんですけど、まあ、今はまあ病院から連絡がないから、安心してっていう,うに言われて、その日、11時中心で寝たんですけど、2時ぐらいに母から、お父さんが急変し,して危ないから行ってきますっていう電話をもらって、4時35分に、 また電話来て、亡くなりましたっていうふうに言われて。で <laughs>、母はすごい、ごめんねって、その父の亡くなる瞬間にいなくてごめんねって言ったんですけど、僕は、まあ、父は、早く仕事しけっていうふうに言ってくれたのかなっていうふうに思ったり、行く前にも母に、あのあのもし亡くなった時は、会えないことは絶対覚悟でいるって、お父さんも多分、俺が仕事してくれてる姿を見てる方が幸せだと思う。 って早く大阪に帰るよって言って、帰って。で、それで、父が亡くなった時に、朝、出て、地元に戻ったんですけど、その時は、父は缶オケの中に入っていたんですけど、缶オケを見,見るだけで、父の顔は見れなかったです。すごい見れなくて。で、母もだいぶ混乱していて、泣いてる状態だったの。そこでは。 ただ母を支えることができなくて、その次の日、一人で父の顔を見に行ったときに、そこで初めてお正月、地元に帰った以来、父と会ったので、本当にそこで亡くなったんだなっていうのを実感して、そこで一人で、今までありがとうとか、父に感謝の気持ちを伝えて、それで父を見送ったっていう。 感じでしたもっといろいろ父と父はあんまりその子供がになんか育児をするっていうのが不器用な人だったのであんまり小さい頃とか一緒に僕はサッカー,サッカーとかそう,いうした記憶もなく消えたら中学生になっていたんですけどでもその中学生になってからすごい僕の夢だったりが決まって。 で父も職人なので、父も弟子入りして、とそういう厳しい世界に入った職人なので、みんなに俺の息子、宮大工の僧侶になるんだよって自慢してくれたりとか、ここ2、3年の間ですごい仲良くなって、お正月とかも父と、その、地元の人と一緒にお父さんと一緒にくっついてもらって、お父さん自慢してたので、お父さん、 自分の息子になれたのかなっていうふうに思っていた時だったのですごいいろいろと心のこにはあります俺も30になってからでまじ父ちゃんに初めて感謝っていうかありがとうって面と向かって言えたの16歳の時なんてなんだこいつって思ったりとかいろいろ金払ってくれてんのになんでこいつみたいな自分何もやってないやんって思ってたりとか。 本当ありがとうこの話してくれてマジありがとう今まで言えなかった父への思いを吐き出しこれまで見せなかった涙をこぼす志願者5人の虎は彼の言葉に耳を傾ける物語は最終局面へ新しい未来の行方は ラストストトテートメントです最後にですね、あの皆さんに、まあ、決意表明をしてほしいなと思います。宮大工の棟梁になるっていう夢は、地元のみんなと亡くなった父と約束したことで、自分も絶対になりたい夢なので、それは諦めません。もし、あのそれを応援してくれる形で言うなら、あの 日をお願いします。じゃあ細井先生お願いします。はい。加藤さんと島さんに全部でスキーに使ってください。まあはいあのクラウドファンディングとかまあいろいろあると思うんでね全部僕は出す必要がないかもしれないですけれどもあのお気持ちとしてはもういくらでも出しますんではいぜひ。 こう天国のお父さんに最高の宮大工になって俺やってやったぜって言ってもらえるのを僕も一緒に共感したいなと思いました茅田さんも多分相当厳しいんでしょうけども <laughs> ぜひこれを機に下川君の将来を一緒に祈る関係になってくれればなと思います、はい、ありがとうございます、はいえっと、細井先生から200万、えー、積み上がりましたので、えー、岩井社長の50万と合わせて250万でこの時点でエクースイー d でもう完全オールおめでとうございます じゃあもうここで一応完全オールなんですが、さらに積み上がる可能性もあるので、あの、聞いていきますね。はい。小林さん、お願いします。はい。あの、ちょっと気の利いたコメント言えなかったですけど、非常に感動しました。あの、まあ、ちょっとルールとかあれですけど、僕もいくらでも積みたいと思いますので、はい、ぜひ使ってください。ありがとうございます。お二人の指定関係、ごめんなさい。感動しました。<laughs> ごめんなさい。小林さんから200万積み上がりました。ありがとうございます。 高井さんお願いいたしますはいもう全部あのちょっと私仕事なんですが実は、まあ、弊社の、えー、代表がですね3月に実は息を引き取りまして、えー、私もまあグループ会社の社長として、まあ、残されたですね人間として、まあ、気持ちを新たにしたところでした、まあ、20年以上会社にお世話になっておりまして、まあ、第二の父親だというふうに思って 守ったので、今日この場で、えー、聞いていた言葉というのは非常に重なるところがありました。他人のお話ではなかったので、お金で解決できることがあるんであれば、まあ変な話私借金してでもお金は出したいなというふうに思います。以上です。高井さんから200万詰め上がりました。中野さんお願いします。はい。島、え、田、ー、さん、川田さんありがとうございました。 あの僕も今これまでたくさん子どもたちと時間を過ごしてきてですね、まあ、彼らが育っていくときにあのまあ人間だからまあ嘘をつくことはあるとだけども自分のことを本気で信じてくれている人のことだけは裏切ったらあかんよと送り出してきましたでも今日島田さんの話を聞いてですね僕は下田さんを信じているしでも この下田さんだったら僕は尊敬を込めてくんではなくてさんって言いますけど、島田さんだったら、もう裏切られてもいいなって、うん、思いました。はい、もう本当に多くのことを教えていただいて、今晩、父親に電話します、僕も、はい。その感謝の気持ちも込めて、はい、僕も全部、はい、使ってください。はい、もう個人的にも応援ししまます <laughs> ありがとうございました ラゾンさんからも200万積み上がりました最後5枠岩井社長お願いいたしますはい、はい、えーまあ、もちろん僕も <laughs> 全額出すんですけどなんかあのさっき高橋さんからもね代表がお亡くなりになったっていう話がありました、えー、僕もずいぶん昔からお世話になった方でまだ僕と同い年ぐらいですよねうちの社員が この4月1日に42歳の若さで僕たちが入社式をやってるそのさなかに急世しました。本当につらくて多分あの彼女僕のこと大好きで僕も彼女のこと大好きでそういう大切な仲間身内だけじゃなくてねいつどうなるか分かんないんですよね。 うん、あの僕や高井さんもこうやってものすごく身近な人を最近亡くしたんですけどそれよりももっと近い人を島田君は亡くしたんだよね、うん、でも世の中にはこんなことばっかりでこれから先もきっとこんなことが起こるのねでこれが生きていくことの宿命なんで、うん、あの 強く心を持って、お父さんの分も、そして今、病床でね、苦しんでいらっしゃるお母さんの分も、あの、君が、今回のこの経験を糧にして、強くなってくれれば、いいと思います。頑張って。ありがとうございます。はい。岩井社長からも200万積み上がりました。えっと、下尾さんの希望金額に対して、190万と5000に対して、皆さん、合計1000万積み上がりました。これエクスイドです。おめでとうございます。 今回時間をわざわざざ僕のために割いてくれて、話を聞いてくれて、で、皆さんい。いくらでもしますと言ってくれたので、あの、五人の社長さんから、均等にいただけたらいいと思ってます。今日はありがとうございました。えっと。下田君はですね、お父さん亡くなった時に、お母さんがすごく大変だったんで、泣かなかったんですよ。自分が頑張らないといない。いや、すごく、あの。 辛いんだろうなと思ってけど今日何かその気持ちをね分からさせることができたんですごくいい機会をいただいたなと思って今日はいろいろありがとうございました父が亡くなって不安の中何か母のためにできること未成年なりにできることはないかって考えて今日皆さん5人から金銭のお金を頂く機会をもらってありがとうございました。 素晴らしい宮大工になってくださいはい、ありがとうございますぜひ日本の文化を守ってください頑張ってくださいありがとうございますええー、これからの人生一緒に歩んでいきましょうありがとうございます,いますずっとずっと応援してます 山田君にね、はい、<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。座ってください。はい、ということで、えー、完全オールおめでとうございます。<laughs> まあ受験生版タイガーファンディングを始めた目的がですね、どんなに辛くて。 悲しい状況でも自分の夢を持って動いていれば助けてくれる大人がいるよってことを僕は伝えたいと若い視聴者に伝えたい思いで始めました今日ほどねこの企画をやって良かったと思った日はなかったです本当に下田さんそして金田さんありがとうございました16歳にして父の死という大きな悲しみを乗り越えた志願者 夢を追うために挑んだ受験生版タイガーファンディングで全ての虎による全額投資という前代未聞のエクシードを叩き出し見事完全オールを達成宮大工として羽ばたくための軍資金を手に新たな虎の子が歩み始める感動の一戦志願者の背中を見送り虎たちは次なる受験生を待つ 皆さん、こんにちは。一般社団法人、宮大教制塾のか田です。宮台養成塾、大阪の2年生の下田博之です。この度はですね、様々な形で、まあ、応援のメッセージ等々ですね、ありがとうございます。それとですね、今回ですね、受験生版タイガーファンディングだったんですけども、受験生じゃない形でですね、ちょっと主催の松原さんにご協力いただきまして、今回このような機会をいただいてチャレンジさせていただきました。実際こうやってみてどうですか何言われるのか本当にわかんなくて、出だし、カチカチで、自分が喋ってることが 何を喋ってるのかわかんないぐらい緊張していたんですけど最終的に社長様方からみんな出していただいてポッとしたっていう感じです。僕もあれの番組出たので受験生版ではないんですが、まあ、本編の方にね出させていただいたんですが席に座るとね真っ白になるでしょ。<え>ねこの自分がこう受け答えしてるのもねこれは絶対違うよなっていう思いながらもこう喋らないといけないというですねそういったとこなんですけども無事にオールなって良かったですよね。とはいえ。 半分同情みたいな形でね、出していただいてるので、出していただいた方のね、期待を裏切れないようにね、活動していきたいところですよね。せっかくなんで、今後の抱負みたいなちょっと語って終わりましょうかね。宮で帰ってきてる1年間は、自分が本件、うん、自分と向き合っていなくて、大体でいいやっていう感じの自分でいたので、改めて今は難しいことを考えるんじゃなくて、基礎的なことを一個一個やっていこうと、今頑張っています。小田くんの作業風景とかも撮らせていただいて、また送らせていただければと思いますので、今後ともどもですね、当時くんの活動に関しまして、 ままたご支援のほどよろししくお願いしますそれと、最後に、今回ですね、受験生版タイガーファンディングでオールにはなったんですが、とはいえ、下田家は財政的になかなか厳しいところがあるじゃないですか。うん、なので、塾の方でですね、特設ページみたいなので、下田くん応援ページみたいなのを、この動画を見るときにはですね、つながるようになってると思いますので、寄付みたいな形にはなるのですが、そちらの方にもクラウドファンディングを個別でやってますので、またよろしくお願いします。それではこれで終わります。